ゲーム性リスクとリターンという考え方はゲームを楽しく刺激的にするものです。反面ゲーム性を上げすぎると一般性が下がるということを意識した方が良いと思います。ゲームの駆け引きを重要視し、いろんなルール設定にすることは可能ですが、複雑に敷いたルールは分かりにくさも生みます。ゲーム性を高めると分かっていても手加減をすることだって時では大事。それはゲームの狙いにもよります。基本的なゲーム性の説明でスーパーマリオについて解説しました。言うまでもなくかなり面白い作品ですが、当時のファミコンゲーム水準でもあり、少し難しすぎるのではと思うところもあります。マリオの肝は敵にものすごく接近し、リスクが最大に高まったところでそれを反撃手段に変えられるというリスクとリターンがかなり近い位置にあることです。ここで初代星のカービィについて解説したいと思います。ある程度まで敵が近づいた場合、リスクはそこまで高くはない状態です。で、ここで吸い込み、リスクが高まらないうちに相手を無効化できます。しかも体力制6回まで大丈夫。さらに吐き出して攻撃、吸い込みより広い範囲で攻撃できます。そしていつでも空を飛べるという要素があります。これは穴に落ちた時の一撃死が重いので、それを避けやすくしています。もしもカービィの吸い込み範囲を極小にしたり、体力制ではなく一撃死にしたら、あるいは飛行できなくしたら、操作性にもっと大きめの慣性を入れたりしたら、おそらくゲーム性は上がります。バランスにもよりますが、駆け引きとしては妥当かなと思います。だけど一般性は下がると思います。リスクとリターンは適度なバランスであればほぼ純粋に比例します。つまり困難なリスクであるほど、それを避けた時の喜びはより強いものになるということ。逆に言えばリスクが低ければリターンも低い。ということは、初心者のためにリスクを軽くする仕組みを持たせたカービィはゲーム自体を面白くなくしてしまうという欠点もあるわけです。が、もちろんカービィが成り立っていないというわけではありません。人によって難易度に対する感じ方は違います。ゲーム慣れてた人には小さいリスクだったとしても、慣れていない人にはゴーンと強大なリスクになっているということはよくあります。初心者には優しくすべき。初代星のカービィはそこを狙って制作したゲームではあるので、ぶっちゃけマリオよりもスリルがなく、言ってしまえばつまらなくても役割としてはよしとしているのです。一方、初代カービィでさえ難しいと思う層もいると思います。できるのはスーパーカジュアルなゲームだけとか、スマホで操作系やルールをごく簡単に抑えたものでないと遊べないとか、人類全員がゲームすべしとは全く思ってないのでそれで良いのですが、こういった層に非常に多くの勝機がありそうなことも予感できるんじゃないかなと思いますけどね。大まかにターゲットを意識する必要があるんだろうとは思います。どこを狙ったら良いのかはゲームの企画とコンセプト次第、正解なんてありません。ゲーム性が生じる理屈は理解した上で狙いを定めていくというのが良いと思いますね。